ちは。アトリエサロンにじろこ、虹のアパステル教室のひろこです。皆さん、お元気でしたか？すっかりね、ご無沙汰しておりました。8月は勝手にね、お休みを取りまして、ね、楽しみにしていて待っててくれた方、ごめんなさいね。でもおかげさまで私はね、リフレッシュ、ますますね、パワーアップして帰ってまいりました。9月はね、またちょっとずつ始めていきたいと思います。また引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今日は皆さんにお礼を言いたくてカメラを回しています。なんとね、お休みしている間、私のこの虹のアパステル教室登録者数がやっと2000人になりました。イエーイ、2000人ですよ。すごいですね。ちょっと待ってください。ありがとうございます。久しぶりにゆずのタンバリンを出しましたね。もうね、嬉しさをどんな風にね、表現したらいいかわからなくてね、もう本当にね、2000人になるまでとても自分との戦いでした。なんかね、一人でね、こうやって教室をやっているんですけど、たまにね、やめちゃおうかなってすっごいね、悩んでる時もあって、もうね、疲れちゃってね、動画編集とか時間ものすごくかかるんですよ。でもね、ここでやめたら頑張ってきた自分にね、申し訳ないと思って、それとね、皆様とこうやってつながっていてね、喜んでもらって見てくれている人のために、なんとかね、こう細く長く続けていこうかなと思って、また続けることにしました。本当はね、自分の中で3年間やったらね、やめようかなっていうふうに思ってたんですけど、なんとかね、続けていける、こうモチベーションを上げるためにね、自分にこう活を入れる、ね、ここでやめちゃったら本当ね、ここで終わり、何もね、生まれないなと思って続けていくことにしました。なので2000人本当に嬉しいです。ありがとうございます。皆さんね、こうやって見てくれてるおかげで、私はね、自分にね、こうモチベーション上げるためにね、よしっていう風な気合を入れることができます。2000人っていうことでね、私の目標は10万人なんですよね。え、目標は高く、10万人ですと YouTube の方からね、銀の盾っていうのがね、いただけるんですけど、私ね、生きてる間に銀の盾いただけるかな。それがね、今の生きがい、目標になっております。それからご報告がもう一つあります。2000人突破っていうことでね、ちょっとね、自分でお祝いっていうので、こんな風なね、こう作品集を作ってみました。これはパステルではないんですけど、アクリルで描いた絵ですね。こんな風に16枚の、ね、ポストカードになってます、ね、こちらの中身は後でね、ゆっくりね、お見せしたいかなと思っているんですけど、こんな風にね、アクリル画なんですけど、ポストカードの作品集を作ってみたんですけどね、欲しい方いるかな。ね、なんか限定50部しか作んなかったので、もしね、欲しいなっていう方は私のホームページの方からお申し込みください。概要欄に貼っておきますので、もしね、お問い合わせあった方に直接お送りしたいと思います。2020年1月からこちら YouTube チャンネルを立ち上げてきました。右も左も分からなくてね、動画編集も未だにね、しどろもどろなんですけど、なかなかこれが大変な作業でして、何時間もかかるんです。私ね、プロじゃないので、ほんと自己流なので大変です。続けていくことがすごく大変だなと思うんですけど、継続は力なりね、やめてしまったらもうそこから何も生まれないなと思って、なるべくね、自分に鞭打って、
これからも細く長く続けていきたいと思います。途中ね、何回もやめようかなと思った時があったんですけどね、こうやって応援してくれる皆さんのおかげで、なかなかこう自分にねモチベーションを上げて頑張る気でおります。まだまだね、やれる限り自分のできること、皆さんの何かお役に立つことがあれば続けていきたいなと思っております。今回はアトリエサロン虹ロコ虹のパステル教室登録者数2000人のお礼と記念に作った作品集のご報告になりました、ね、これからも細く長くよろしくお願いいたします。9月もうすぐね、中秋の名月です。すっかり秋めいてまいりました。虫の声がねとてもね涼やかで気持ちいい風が吹く夜はちょっとね肌寒いようになってまいりました。皆さんまたね、体に気をつけて風邪ひかないように、ね、感染対策もしっかり万全で、私はおかげさまで元気です、ね、では次回はお月様の絵描こうかな。楽しみにしていてください。じゃあね、またバイバーイ。